さんこんにちは。今日は台風シーズンが来る前に、ボクスターくんのホロに防水コートをするために、事前のホロ洗浄をしたいと思います。ホロの洗浄に使う洗剤は界面活性剤が入っているものは良くないということで、ホロ専用のシャンプーと道具をオートバックスさんで買ってきました。価格は800円くらいです。ホロ洗浄のやり方は、ちゃんと YouTube を見て勉強したので、完璧です。ボクスターくんのホロは2ヶ月ほど前の納車時に洗っていただいていますが、納車後は一度も洗っていません。と言ってもほとんど雨の日は乗らず室内保管ですので、そんなには汚れていないと思います。とは言うものの、多分専用シャンプーまで使って洗っていないと思いますので、今回シャンプーを使って洗ってみて、白みがかったホロの色が少しでも改善すればのぼれしいなと淡い期待をして、おじさんは頑張って洗車しますので見ててくださいね。まずは屋根に付着した砂ぼこりなどを叩いて、柔らかなブラシを使ってブラッシングをしなければいけません。そのために今回はオートバックスさんで1000円くらいする毛先が柔らかいブラシを購入してきました。最初はダイソンの掃除機を買って掃除しようと思い、ヤマダ電機に掃除機を見に行きましたが、掃除機の高額な価格を見て、おじさんの奥さんが強烈に怒って買えませんでした。残念です。こうしてブラッシングしてみても、さほど砂ぼこりなどはついてません。そもそもおじさんはほぼほぼ街中しか走っていないので、砂ぼこりをかぶることはないようですね。次はシャンプーをかける前に水で流していきます。本当はホロに圧力洗浄機は良くないらしいのですが、少し離して流せば大丈夫だと思いますので、無性なおじさんは気にせず、こいつでやっちゃいます。よくよく考えたら、このくらいの水圧があれば砂ぼこりは簡単に落ちると思いますが、ブラッシングは何のためにやらなければいけないのか疑問に思うのは私だけでしょうか。雨漏りのテストも兼ねて、この機械にたくさん水をかけてみたいと思います。このくらいで車内に水が入るようなら台風には勝てませんからね。今日は先日までの気温より5度くらい下がって、洗車にはとても最適な天気です。久しぶりの洗車場でおじさんはとっても気分がいいのですが、カメラで撮影している奥さんにはなぜだか笑顔はありません。楽しくないのでしょうか。そんなことより、ボクスターくんについているブレーキパッドはケーマンくんについていたレッドキャリパーの時よりダストが多く出ているような気がします。マーベラスのブレーキパッドがダストが少なくていいそうなのですが、そんなに高いものでなければ交換した方がいいのでしょうか。誰か使っている人いたら教えてください。おじさんの小遣いで買える価格なら変えてみたいです。タイヤもそろそろ変えたいし、何かとお金がいるので、最近は焼肉屋さんにはあまり行かないようにしています。それではシャンプーにかかります。スポンジも今回オートバックスで800円くらいで購入しました。このスポンジ何やら持ちやすくて使いやすいということですが、高いですよね。スポンジが800円っていうのは。シャンプーをかける量はよくわからないので適当にかけていますので、皆さんが使うときはちゃんと説明書読んでくださいね。少量で割と泡立ってくれます。スポンジがいいのかシャンプーがいいのかよくわかりませんが、このくらい泡立つと汚れがしっかり落ちそうですね。縦横にスポンジをこすっていくのが良いそうです。車高が低いので何回かゴシゴシしててもそんなに疲れませんよ。こんな感じでよくゴシゴシして洗っていきます。面積が少ないので意外に楽ですね。これならそんなに手間でもないですから、月に1回くらいのペースで洗っていけそうです。あらかた全体にこすったら、あとは水で流すだけですが、
すすぎはしっかりした方が良いそうです。その理由が後で分かりました。こんな感じで、すすぎをしっかりしておきました。すすいだ後は、吸い取りのいいセームのクロスで、ホロに押し付けて、水分を取っていきます。このセームもオートバックスで購入しました。1枚300円くらいだったと思いますが、思ったよりよく水を吸ってくれるので、なかなか使いやすかったですよ。セームを当てて吸い取ったところと吸い取ってない箇所の違い見えますでしょうか。結構吸い取ってくれてると思いませんか。これくらいなら 2,3 時間で乾いてくれそうです。ここからが大失敗でした。ホロの水分を拭き取ったセームでガラスもボディも拭き取りをしてしまいました。これはやってはいけないことだったのです。このシャンプーの成分には UV 防止コート剤が入っているせいなのか、ガラス部分とボディが曇ったように白くなってしまいました。水雑巾で拭き取ったら取れてくれましたが、半端な曇り方ではないので皆さんは気をつけてくださいね。多分説明書には注意書きがあると思います。説明書を読まないおじさんはいつもこんな感じで失敗してます。雨漏りはしてませんでした。一通り見ましたが、全くと言っていいほど水滴が車内には入ってきていませんでした。個体によっては多少は入ってくるようなので、おじさんはこのボクスター君に出会ってラッキーでした。洗車後のホロの状態です。そこそこ綺麗になったような気がします。次回は防水スプレーの施工をしたいと思っています。現在どこの防水スプレーを施工するか考え中です。できるだけコスパの良いものを探していますので、次回の動画を見てください。長らくのご視聴ありがとうございました。それでは今日はこの辺で、またね。